最初に紹介するのは人文学部言語学コースを担当する呉人恵教授です。呉人教授はシベリア北東部に位置するカムチャッカ地方の先住民コリアーク人が話す言語コリアーク語を専攻。このコリアーク語を研究しているのは日本では呉人教授だけ。現在でもシベリアで遊牧生活をする彼らと接しコリアーク語を研究しています。言語学を勉強していくうちに、コリアークという言語は大変面白い言語だということが分かりましたと同時に、コリアーク語っていうのはもう話し手の数が非常に少なくなってしまって今まあ2000人ぐらいしかいないんですけれども、できるだけ早いうちにこの言語を記録保存しておかなければいけないなというふうに思いました。あと数十年でコリアーク語は話されることがなくなると呉人教授は考えています。そこでコリアーク語を守るための一つの活動として呉人教授が行ったのはコリアーク人の中で語り継がれている民話を題材にした絵本制作。子どもたちに読み聞かせコリアーク語の言語そして母国語の大切さを後世受け継ごうという狙いから制作しました。シベリアっていうのは非常に寒くて不毛な何も生えない土地のように思われるかもしれないんですけれども、実際には自然環境のとても豊かなところです。そしてそのことが言葉にも反映されています。例えばトナカイの語彙、魚の語彙、植物の語彙、野生動物の語彙、非常にたくさんあります。面白いのは、鳥の中でもカモメですか、カモメが出世鳥なんですね。子供のカモメはチルリュチルで、大人のカモメはジャックジャック、全く違う単語なんですね。人の話す言葉っていうのは要するに空気と同じで目に見えないものですよね。しかしその言葉のなしには人間の生存というのはありえないわけです。つまり人間を知る上での基礎だというふうに私は考えます。現地に足を運び言語だけでなく話している人々の文化や伝統も研究する呉人教授、今後の研究目標は？コリアーク語を言語学の表舞台に出していきたいです。コリアーク語を研究すればするほどコリアーク語の面白さというものにいろいろ気づかされています。ただコリアーク語というのは非常にマイナーな言語で世界の言語学をやっている人たちにもあまり知られていないんですね。ですのでやはりその面白さをもっともっと言語学の表舞台に出してあげて、そしてその面白さを伝えていきたいと思います。